本当にずっとかっこいい、えいえ、高広。若かりし頃ろの出方ーの若広秘蔵ショットにファン感激。エグザイルの高三38家が5日までにインスタグラムを更新。若かりし頃ろの出方ーの若広ショットを公開した。この日、高広は先日、オーディションの頃からお世話になり会社の大社長とご子息と食事に、というコメントとともに、 制作会社代表とその息子とのサンショットを公開。当時オーディションを日テレのスッキリさんに追いかけてもらっていたのですが、その時から現場を仕切って僕たちに数々のアドバイスをくれていました。そして当時から生意気だった田崎くん。笑いとオーディション当時の制作会社代表とのエピソードを明かし、愛想つかすことなく、 17年間ずっと気にかけてくれて本当に感謝です、と感謝の気持ちを綴っていた。その上で、しかし、立群大きくなったな。素直で礼儀正しいところは全く変わらないとこかかって、と綴って、まだ幼い頃の制作会社代表の息子と並んだ秘蔵ショットを投稿。写真の高広はノースリーブ姿で、二の腕全体に大きなタトゥーが入っている。 高広の思い出が詰まった秘蔵ショットにファンからは、年を重ねてもずっと高広さん素敵。つながり大切にしてるとこも素敵。イケメンすぎて困ります。本当にずっとかっこいいですね。人と人との繋がりを大切にしている高広くん。素晴らしい。若広。懐かしい写真何年経ってもかっこいいよ。高広くん高ピって吹けないよね。 と様々な反響が寄せられている。元服とはまさにこのこと、中谷美紀、デコルテあらわな香ビやかドレスで庭で佇む姿に、美しいとしか言いようがない、の声。女優の中谷美紀、47、が4日までにインスタグラムを更新。富裕層向け雑誌、リッチェス、リシェスに掲載されたショットを公開した。この日、 中谷は、皆様こんばんは。大人のためのラグジュリアスな世界観をご提案するリッチェス・リシェスにて、ディオールのハイジュエリーを身につける機会に恵まれました。と綴り、億単位のハイジュエリーを身につけた様子を披露。ガーデンの花や木々に囲まれながら、華麗なクリスチャンディオールのコレクションをまとう中谷。しばし現実を忘れそうな瞬間が映し出されている。 さらに、パリの由緒ある館の中庭にてまとわせていただいたのは、ビクトワールド・カステラーヌさんがデザインなさった、世界にたった一つしか存在しないと、マリア・グラツィア・キュウリさんがデザインなさった、まるでジュエリーのようにまばゆい光を放つオートクチュールのドレスです、と、ジュエリーにも負けないほどの美しすぎるドレスについてもコメントを加えた中田に、 この美しくゴージャスなアイテムに少しも劣らないどころか、むしろそれらをより引き、他でもなく中谷自身の魅力なのではないだろうか。中谷は続けて、ムッシュディオールが愛した花と共に描かれるディオールの夢の世界を発売中のリシェスにてご覧いただけ、ましたら幸いです。皆様がご無事でありますように、と思いやりのある上品な、そんな中谷に、ファンからは、 眼福とはまさにこのことですね。美しいとしか言いようがない。ミキさんの美しさに気を失うかも、体の内側から湧き出る美しさ。お言葉の丁寧な感じ素晴らしい。全てが美しくて見入ってしまいました。ああなんて美しいんでしょう。息がこぼれますね。美しすぎます。森の中に突然現れた異世界の妖精のような輝き。ジュエリーの輝きにも負けない中谷さん。素敵です。 ただただ素敵などの声が寄せられた。元服とはまさにこのこと、中谷美紀、デコルテあらわな香美やかドレスで庭で佇む姿に、美しいとしか言いようがないの声。女優の中谷美紀、47が4日までにインスタグラムを更新。富裕層向け雑誌、リッチェス、リシェス45号に掲載されたショットを公開した。この日、 中谷は皆様こんばんは。大人のためのラグジュリアスな世界観をご提案するリッチェス・リシェスにて、ディオールのハイジュエリーを身につける機会に恵まれました。と綴り、億単位のハイジュエリーを身につけた様子を披露。美しいガーデンの花や木々に囲まれながら、華麗なクリスチャンディオールのコレクションをまとう中谷。しばし現実を忘れそうな瞬間が映し出されている。 さらに、パリの由緒ある館の中庭にてまとわせていただいたのは、ビクトワールド・カステラーヌさんがデザインなさった、世界にたった一つしか存在しない貴重なジュエリーと、マリア・グラツィア・キュウリさんがデザインなさった、まるでジュエリーのようにまばゆい光を放つオートクチュールのドレスです、と、ジュエリーにも負けないほどの美しすぎるドレスについてもコメントを加えた中田に、 この美しくゴージャスなアイテムに少しも劣らないどころか、むしろそれらをより引き立てるのは、他でもなく中谷自身の魅力なのではないだろうか。中谷は続けて、ムッシュディオールが愛した花と共に描かれるディオールの夢の世界を発売中のリシェスにてご覧いただけ、ましたら幸いです。皆様がご無事でありますように、と思いやりのある上品な言葉で締めた。 そんな中谷に、ファンからは、眼福とはまさにこのことですね。美しいとしか言いようがない。ミキさんの美しさに気を失うかも、体の内側から湧き出る美しさ。お言葉の丁寧な感じ素晴らしい。全てが美しくて見入ってしまいました。ああなんて美しいんでしょう。ため、息がこぼれますね。美しすぎます。森の中に突然現れた異世界の妖精のような輝き。 ジュエリーの輝きにも負けない中谷さん、素敵です。ただただ素敵などの声が寄せられた。